新型コロナの全国の患者報告数は 13.29 人で13週間ぶりに減少しましたが、厚労省はお盆休み中の感染対策を呼びかけています。厚生労働省によりますと、7月29日から8月4日までの1週間に全国およそ5000の医療機関から報告された新型コロナの1定点医療機関あたりの患者報告数は全国で 13.29 人でした。前の週の 14.58 人から13週間ぶりに減少しました。しかし例年お盆休み明けに感染のピークを迎えていることから、厚労省は高齢者と会うときは自身の体調にも留意するなど基本的な感染対策を続けてほしいと呼びかけています。都道府県別では佐賀県が 27.82 人と最も多く、次いで長崎県が 21.34 人でした。